パラレイニーさんのの名前の由来を教えて欲しいですえーっともともとはパラって名前でやってたんですけどでパラはもともとパラドックスとかタイムパラドックスとかパラサイトとかなんかいろんな意味を持たせたくてやっててでもなんかしっくりこないなと思ってで僕は雨の曲を作るのが好きなので。 その後にパラの後に「レイニー」ってつけてパラレイニーですうん書いてる歌詞書いてる時に自然と入ってしまう雨の描写とか情景が入れたくて入れてるわけじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっとそういうところもあって「ですね地元について」。 教えてほしいです地元は、えー、っと福島県なんですけど福島県の浜通り南相馬市っていう場所でそうですね、まあ、原発とかが近くてニュースとかで何か聞いたことある人もいると思います。今は仙台でで活動されているそうですね 仙台でもいいですし地元の福島でもいいですけれどもパッと思い浮かぶ一番地元でヒップホップを感じるところってどこですかうんまあ地元は音楽やってる人いないしまあ俺ぐらいで、まあ、だから仙台遊び行ってライブしたり曲作ったりするんですけど僕が普段ライブさせてもらってる仙台のシャフトっていう。 クラブありましてそこがすごい若いやつら俺より年下とか、まあ、あと上の人たちとかが積み上げてきたものがあっていろんなヒップホップ以外にもいろんなイベントがあるんですけどそこが僕のすごい好きな場所でまあイベントやってて一番ヒップホップを感じる場所かなって。